40代式守伊之助軍配を返しました。右手を出していきました。豪栄道が右の上手、あっと切りました。左四つの体勢です。稀勢の里が上手を引きました。これで万全、寄り切りました。稀勢の里の勝ち。稀勢の里が7勝目、勝ち越しに王手をかけました。今日も大歓声大声援を受けた豪栄道でしたが、敗れて6勝4敗。4連勝スタートの豪栄道は中盤から失速してしまいました。右手を出して左の前に上手は一瞬かかったところで稀勢の里が嫌いました。向正面の竜田川さんに今の相撲を見ながら振り返ってもらおうと思いますが、竜田川さん、はい、両大関の対戦いかがだったでしょうか。そうですね、豪栄道は当たって上手を欲しかったと思うんですけれども、取れないことでちょっと小手に振ってですね、少し体勢が悪くなってしまったかなと。そこを稀勢の里関はしっかりと落ち着いて前に出たんじゃないですかね。豪栄道とすると右のまわし欲しかったんですが、引けなかったところで少し小手投げに行った、あれで呼び込んでしまいましたでしょうかね。そうですね、これで大関同士の対戦は稀勢の里が勝って7勝3敗、勝ち越しに王手がかかって明日は豊ノ島戦。